はい、みんちゃん、ゲームイズライブです。はい、みんなのジャシルです。というわけで、はい、本日からね、まあ、ログインで、うん、超春玉がもらえてるとは思うんですけども、はい、まあ、こちらのガチャで、どのガチャのシリーズ引いたらいいのっていうおすすめの動画、ちょっと今回出していこうかなと思います。まあ、何のガチャがあるかですね、まず、うん、ストライクパートナーズ、はい、劇中震災、はい、オリエンタルトラベラーズ、はい、水の遊園、グリファン、グリファン、受信から。あ、重心カロンか、はい、まず消去法です。これは欲しいやついたら本当申し訳ないんですけど、うん、重心カロン論外、まずこれはもう一連もしなくていい、うん、はい、なので重心カロンはすべてまず1回絶対多分、まあ、ここで 9.9 割の人がこれ外すと思うんだけど、うん、でその次に多分、まあ、グリファンいらないかなとちょっと思ってます。ロビンとかが今ちょっとグリーンファンタジーにいるってこともあって、まあ引かない、引く人もいるとは思うんだけど、完全ロビン一点狙いになっちゃうところはグリファンあるかもしれないですね。まあ、ザとアポロ X いるけど、うん、ザとアポロ X って今まあ現状なくてもまあなんとかなるかなみたいなのがグリファンなんでね、あの切り捨てごめん、はい、で次水の遊園、まあ、水の遊園は人によってはなんかそのね、まだラミエルが欲しかったりとかすると思うんだけど、うん、今ちょっとまあラミエルもだんだん落ち着いてきはしたし、うん、ラファダルの時代もまあそろそろ重心化回避しそうっていうので意味で言うと、ラファエル持ってないっていうのはちょっと痛めになってくるかもしれないですけど、うん、まあここまで言うとデーバだけが結構ね、うん、今環境では結構使えるようにはなってると思うけど、まあ、エンジリーバー、うん、まあでもエンジェリーディーバーも正直今別に楽になるとは思うけど、うん、楽なとこだもんね、ハマんのがね、うん、今現状でね、モラルとシュリンガーラっていうね、なんでまあまあスルーはできるかな、ね、で残ってるのがストライクパートナーズと劇中とオリエンタルトラベラーズだと思うんだけど、ここについてちょっと一個ずつ説明をしていこうかなと思います、はい、まずまあ、この3個を並べられたら一番最初に切られるであろうストライクパートナーズから紹介するんですけど、まあ、結論から言うと強い、スルーごと強いっす。これスルガタ強い、スルガタ強くて、うん、でレビーもなかなかやってくれます、うん、でゼフォンも現状では使えてないけど、まあ後から強くなったら手のひら返せばいいかなみたいな、うん、結構性能してるキャラなんで、うん、まあ未来は確信を持てないある、うんうん、になってはいるんだけど、まあそれを踏まえたとしてもストライクパートナーズはこのガチャメンツの前では無力、うんうん、するかな、うん、選びづらいよね、うん、選びづらいですね。まあ、なんか極端に17の極が苦手でね、駿河と欲しいとかになってくるとちょっと話違ってきたり、うん、あとまあアニメのね一応キャラクターなんで、うん、僕みたいにそのアニメをずっとね、うん、見てて好きだっていうので、このキャラクターが好きって人で引く人は、まあ、もちろんこれ一択になってくると思うんだけど、うん、あとは劇中とかもうレンタルも引いて、うん、持ってるよっていう人はまあこれ一択になると思うけど、なかなかね可能は今回春玉で低いって言ったら結構そういう人も少ないと思うから、うで、ね、でここであと3つで今残ってるガチャの説明する前に、うん、今回パターンが2つあると思ってて、うん、1つは、まあ、真剣にね超春玉を選んでどれを 24% で引こうかみたいなパターンだと思うんだけど、うん、そのどれも持ってないっていう人いるじゃん。17国も勝てないから絶対それが欲しいし、劇中のキャラも風神雷神とか持ってない、うん、アベルいない、やばい、うん、引きたい、うん、オリエンタルトラベラーズもあんなガチャ引いてないじゃないですか。引いてない、うん、で陽気比と最近で言うと不足点、うん、で最近ハマったテンペストとかもなんか欲しいって、まあどれかしらでも本当嬉しいもんね、うん、これだけまとまって弾けるなら絶対に普通にオリエンタルトラベラーズ今いいガチャになってると思うんで、3つ並べたとして余裕がある人ね、うん、余裕がある人はまずそれ全部一発目ので10連はしていいかなと思ってる。ああオウムに余裕がある、確かにね。でそっから選ぶのがいいかなっていう、だから春玉から行くっていう考えをまず捨てた方がいいかもしれないですね、うん、オウムに余裕がある人は確かに1回 24% の方の上のね、うん、それでも出なかったら出なかったやつを引けばいいじゃないですか、うん、なんでそういうパターンもあると思うんで、まあでもどれも引きたいって人はこれからのちょっとランキングを参考にしているのかなって感じですよね、うん、でまあ今回、まあ、順位では別にないんですけど、うん、第2位に来るのはオリエンタルトラベラーズ、オリエンタル、ね、はい、ここはまあ一番実用性があって絶対に欲しいかなって思うのは陽気比、うんうん、現状だとね陽気不足点テンペストあたりがいると、うん、まあ、使えるクエストもはっきりしてるし、ね、うん、ズバ抜けて陽気比かな、うん、陽気比が難しいクエストですよ、うんうん、だからそこが苦手ってところ、まあ、苦手って人が結構しかも多くて、うん、そこで昨日なんか高難易度中の高難易度ってところに全部刺さりしてるんで、うん、陽気比がいるかいないかで多分その木のクエストは、うん、貴族のクエストはだいぶ楽になるところが増えるんじゃないかなと思います、うん、で不足点も結局はまんなかったし、うん、テンペストも結構大したとこはまってないんで、テンペストで、うん、ラウドラ結構強いっす、使ったんですけど、うんうんうん、なんでまあ
ここも好みかなっていうあれなんですね、うん、好みはある、うん、まあ、不足点なテンペストは今後伸びてくる可能性もあるし、不足点は特にあまあね、うん、未来はあると言ってもいい気がするけど、そこはどういう風になってくるかは分かんないけど、うん、まあ、この月齢とかの初期のオリエンタルトラベラーズ勢はマジで狙いに行かない方がいいですね、行かなくていい、ここ持てないからって言ってここ引く必要は今ないかなっていうのはもう、うん、はい、でもナンバーワン劇中、ね、逆でしょ、これ多分9割ぐらいの人が劇中引くんじゃないかなってレベルで劇中っすね、まあ、もう怒涛の限定追加でね、追っついてない人かなりいると思うから、ないないです、ね、風神雷神アベル、はい、ハエサルとか、うん、まあ、ここ一気に回収できたらでかすぎるからね、でかすぎる、でアベル風神雷神を両方持ってるって人の方が少ないかなってちょっと思って、うん、まあ、それこそカエサルとかも含めたらね、うん、もっとそうだし、で現状小町が欲しいって人はまだ絶対いるじゃないですか、絶対いる絶対いる、劇中一択でしょ持ってても普通に欲しいですもん、うん、2体目3体目が、なんだ使うの強いし、うん、てか、ほんとここは確率に使えて強いやつしかいない気がする、やっぱり、うん、もうまとまってますね、まとまってる、まとまってる、どの属性も分かれてるし、当たり率がやばい、これが出ても本当にいい気がするもん、うん、なんで、まず間違いなく劇中かなと、うん、一番、うん、あ、なんか、あ、いらねえってならない、ならないですね、あの、そう、限定が出れば、うん、よかったよかったってなる、うん、まあちょっとね、頑張るね、うん、劇中かな、ほぼ間違いない、劇中と言っていいかな、まあ、でも劇中一択なのは間違いない、うん、本当にそうだと思う、なんかよほどキャラ揃ってたら、いう人だったらストライプパートナーズとか、うん、オリエンタルにちょっと、うん、あの使おうかなみたいになるかもしれないけど、うん、まあ多分劇中だよね、うん、なんかラック伸ばす目的の人も絶対劇中するだろうしな、だいたい今やってる人でもやってない人でもなんか劇中にたどり着く道がありますよね、うんうん、いっぱいね、なんで、まあ、劇中が一番の子なんじゃないかな、誰が言っても劇中になんじゃないの、うん、これうん、うん、かな、劇中オリエンタルドラベラーズ、劇中、うん、オリエンタル、オリエンタルはまあ過去に引いてる人が少ないから多分ね、そうなんだよね、そこはね、そこの個数が圧倒的に少ないから、うん、キャラ持ってる人とかじゃ、うん、こういう時じゃないと引かないみたいな、そう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 、だからオリエンタル行きがちだと思うけど、うん、まあ、でもそう考えてみると結構オリエンタルも多いかもしれないですね、うん、多そう、劇中とかは逆に確率高いから限定持ってて、そう、ね、オリエンタルとかはなんか別に追わなくてもいいかなみたいに思った人が今回の真珠だったり、うん、それこそ確かに、うん、直近のオリエンタルこそ大物買いたくないからね、うん、使いそうだし、ほぼ陽気陣のターンなんじゃないかな、この先陽気陣不足点テンペスト、うんうん、なんか最初はね、不足点、不足点って言われてたけどね、うん、蓋開けてみたら、まあ、で分かりきってたか、昨日あれはね、キンキンところで困ってる人は、陽気比持ってた方がいい、うん、強かったもんね、うん、持ってた方がいい、絶対にね、うん、まあ、あそこで逆にキャラが足りてるって人は逆に陽気比使う場所なくなっちゃうんで、うん、持て余しちゃうと思うんだけど、うん、あ、うん、まあ、このもう、うん、劇中一択感かなり強いけど、いや、ほんとそれ風神雷神も引いとけばエリュシオンと、あ、レクイエム、あ、レクイエム、レクイエムでもいけるし、うん、アベルもイデアだし、うん、劇中適性すごいですよね、そう考えると劇中適性は、うん、劇中の適性取り方やばいっすよね、ガチで、うん、うん、困んない困んない、困んないマジで困んない、うん、まあ、それと、まあ、同じぐらいスルガトとかも強いですけどね、うん、その、高難易度のとこを楽にしたので、うん、現状は、まあ、ちょっと勝ちが難しいって人は、うん、そこ強化したいよね、あそこのね、うん、確かにイザナーレル、金銀のイザマレーションだっけ、 ああいうのは来ないと引けないもんね、うん、そうですよ ね、パールとかもあんまピックされづらいところであるからね、うんうん、でも逆になんかもう最近は結構今は勝ててるけどそこを楽にしたいってところで魅力あるキャラ、うん、こういうところはちょっと切り捨てていった方がいいかなってちょっと思ってるんで、うん、現状で17を、まあ、楽じゃないけど勝ててるって人は、うん、それかともなんかスルーしてもいい気がします、ね、まあ、無理にはね、うん、そこまでいける人だったら、うん、そう、うん、そのままでですと思うし、だから本当に勝率が 80% か 30% かとかになるレクイエムという風神雷神とか、うん、本当に苦手ですっていう、うん、そういうところになってるならありかもしれないけどね、うん、結局近畿1回勝てばいいですもんね、間違いない、うん、2時間周回するとかじゃないから、うん、やっぱそういう周回とかで使える方がストレスは軽減されるよね、猫目、うん、はもうそれも含めて劇中、うん、圧倒的、圧倒的劇中、うん、うん、はい、うん、というわけなんで、はい、まあ、ここに負けちゃう出たと思うんですけど、うん、まあ、でも皆さんもね、これ引きますとかあれ引きますとか、参考になると思いますのでコメント欄でぜひ、あとこれ狙ってましたか、コメントありました、いや、まあ、でももう10連、もう10連の時代になったんですねってことは、ね、得玉でシングルとかじゃなくて、もう10連の時代になりましたね、触れ方がやばいですよね、触れ方やばい、しかも 24% はすごいっていうところなんで、うん、ちゃんとよろしくお願いします、で今回も夢ラジオ4からお送りしました。ナビでしょ。シロでした。ありがとうございました。
チャンネル登録。わかります。わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。はい。